第五線曲がり川橋梁は、長野県中野市飯山市の千曲川に架かる、北陸新幹線の橋長751メートルの、桁田橋、長野駅飯山駅間に位置する、菜の花大橋との相性がある。第五線曲がり川橋梁は、北陸新幹線の長野金沢間の橋梁では、黒部川橋梁に次いで長く、長野県内の北陸新幹線の橋梁としても、最長である。 川崎疎外率や、桁下高等、雪害対策などの条件から、鋼3系管ウェジ連続合成桁が選定された。終点型の桂馬町は105メートルあり、鉄道合成桁橋として、日本最長であり、地震対策として水平力分散ゴム支障を採用した、対抗性サビ安定化処理した、対抗性工を用いている。2009年1月20日に行われた、 国道117号交差部の仮設工事では130トンの鋼げたを800トンの超音型クローラークレーンにより仮設を行った北陸新幹線の長野上越間は1998年に寄港された第五線曲がり川橋梁は2002年5月に工事着手され2009年から上部高仮設が始まり二千十一年四月十三日に仮設完了を記念して ボルト締結式が実施された。北陸新幹線の長野金沢間は2015年3月14日に開通した。ありがとうございます。